阪神2レース馬場入賞です。阪神競馬場第2レースの出走メンバーの入場です。阪神2レース2歳未勝利芝の 1400m 出走は10頭です。1番ソフィアエール、今日の馬体重は414キロ、前回のレースとの比較増減はありません。鞍上松若風磨騎手、負担重量54キロ。2番ヘイローグラン、440キロプラス2キロ、今村聖奈騎手51キロ。3番ハウピア、408キロプラス2キロ、岸田裕二騎手54キロ。4番クリノアグレッシブ、484キロプラス2キロ、田中健騎手55キロ。5番ウィンフィエルテ、490キロプラス10キロ、和田龍二騎手54キロ。6番セミマル、490キロプラス6キロ、段野大成騎手55キロ。7番アエディフィカータ、438キロマイナス2キロ、富田暁騎手54キロ。8番カップケーキ、452キロマイナス8キロ、藤掛隆騎手54キロ。9番西のベストワン、462キロマイナス2キロ、三幸秀明騎手55キロ。10番三玉、462キロプラス8キロ、松山晃平騎手54キロでの騎乗です。天候は曇り、芝はやや重の発表です。阪神2レース2歳未勝利芝の 1400m 出走10頭、スタートまでしばらくお待ちください。阪神競馬場第2レース2歳未勝利芝の 1400m 内回りコース、出走は10頭です。芝はやや重のコンディションです。この開催は9日間を通して芝コースは内柵を最内に設置した A コースが使われます。この開催に向けて、秋の阪神競馬に向けて芝コースは2万平方メートルを超える張り替えが行われました。芝の張り替えが行われました。内柵沿いはほぼ芝が張り替えられたということです。バックストレッチ左手でのゲート入り、冷たい風を受けながら最後は1頭です。10番の三玉、大外10番ゲートに入ります。三玉収まりました。スタートしました。揃った飛び出し、9番の西のベストワンコースアウトを切りましたが、8番のカップケーキが上がっていきます。しかし内から今日は行きやすいて、2番のヘイローグランが積極策、2番のヘイローグランが行きました。2番手は2頭、内3番のハウピア、外5番のウィンフィエルで2頭並んでいます。4番手のインコース1番のソフィアエール、その後ろ1馬身差、6番のセミマル、7番のアイリフィカータ、差がありません。1馬身差、インコースからは9番の西のベストワンで3コーナーを目指していきます。内回りコース、後方3頭、8番のカップケーキ、10番の三玉、あまりスタートはよくありませんで、後方から3頭目、最後方から4番のクリノアグレッシブです。600m は34秒4で通過をしていきました。やや重の芝コース、3コーナーから4コーナーを目指していきます。2番のヘイローグランが今日は先頭で1馬身のリード、まもなく今600切りました。
3番のハウピアが2番手、3番手は内、1番のソフィアエール、5番のウィンフィエルで内外並んで、間に6番のセミマル、外から10番の三玉も中段の外まで進出、4コーナーのカーブ残り 400m 直線に向いてきます。先頭2番のヘイローグランに3番のハウピア並んでいきました。その外からは6番のセミマル、5番のウィンフィエルで横に広がりました。外からは4番のクリノアグレッシブ、10番の三玉、ずらっと広がった。200を切りました。坂を登る6番のセミマルが今度は先頭か、内3番のハウピア、それ内からはさらに9番の西野ベストダウン、外10番の三玉接戦、しかし3番のハウピアが出た。3番のハウピア先頭、6番のセミナル2番手降臨、3番のハウピア勝ちました。2番手外6番のセミマル、さらに内からは9番の西野ベストダウン、10番の三玉と差を詰めてきましたが、これは3番手争い、やや重芝コース 1400m、 勝ちタイムは1分21秒台、1分21秒6での決着。3番のハウピア、道中は逃げる2番のヘイローグランの2番手を追走、直線広がった中から内をついて伸びてきました。新馬戦4着の後、2戦目での勝利を挙げましたレッドファルクス産駒のハウピア、志田裕二騎手です。2着は8番の2着は6番のセミマル、2着6番のセミマル、3着争いは8枠の2頭、内9番の西野ベストワン、外10番の三玉、それから4番のクリノアグレッシブが続いています。今5着まで馬番とぼっています。1着3番ハウピア、2着6番セミマル、3着9番西野ベストワン、4着10番三玉、4着4番クリノアグレッシブの順です。5着4番クリノアグレッシブの順、改めてお伝えしますと、1着3番ハウピア、2着6番セミマル、3着9番西野ベストワン、4着10番三玉、5着4番のクリノアグレッシブです。勝ちタイム1分21秒6、上がりゴールまでの 800m は47秒1、 600m は35秒5でした。前走から一波乱距離を伸ばした3番のハウピア、レースを引っ張ったヘイローグランド2番手追走でしたが、最後直線伸びて初勝利ということになりました。最終オーズ3番6番9番です。4番人気、2番人気、9番人気の順です。単勝3番 13.4 倍、枠連36 18.1 倍、馬連3番6番 12.8 倍、馬単3番6番 32.2 倍、三連複3番6番9番 244.3 倍、三連単3番6番9番 1451.1 倍です。時計は1分21秒6、阪神2レースハウピアが勝利しています。確定までお待ちください。